2023年はウサギですよ。まあまあまあ、これはもう名作です。これヒットするでしょ。色付きがされてこれね、携帯カバーする。携帯カバー、そうです。で、実は去年、来年の絵とも書かれました。覚えてみますか？覚えてますよ。どんな絵書かれましたか？初です。初の？初の？今年のこれですね。まだ公開してないんですけど、公開してよろしいでしょうか？いやこれはですね、まあ、ひらがなで言うとですよ、まあ、死です。初のお年子のはずなんですけど。タツでしょ、大浜でもタツでしょ。タツのお年子ってこっちじゃありません。いや、なんかその話は聞いたことがある。でも多分パッと見てこれはみんなタツやと分かると思う。エビだ、エビ。でもママタツでしょ。でも残念ながらインパクトがちょっと、自分で言うのもなんですけど、めっちゃうまく描けました。編集をさせていただきます。編集はあ、はあ、もうバカにしてるよ。いや、まあ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 、使い勝手は良さそうだよね。使い勝手としてはね、絵としてはね、まあなんか使いやすそうだもん、これは。普通に、まあ、逆やっても抜けやすいと思いますけど。ね、あ、どうまでやってくれない。 V13 おめでとうございます。ありがとうございます。いやいやいや、いらんねんって、こういうな。キーホルダー下に、なんか裏に文字書いてあるやん。初のお年子と書いてあります。ああ、そういうこと。こんなに金かけなくていいからね。金かけなくていいから。せっかくなんで、今年もなんか書いておきますか？え、とにかく絵にはこだわる。こだわります。視聴者の人も8割以上バカげるから。でもね、Tシャツとかパーカーとか、まあまあみんな買ってくれてた。そうですね。ありがとうございました。何が買うの？ V13 チャンピオンとして自分の RTL を書いてください。夢の中書いてまって結構です。今本田さんに失礼なので。ある程度履けるやろ。ある程度履けるやろ。履けなきゃおかしいでしょ。まあまあ、ちなみにこれやね、ある程度。それを履けた。今のなんやったの？下書きなんかいらんから。いや、これ無理やな。とりあえず1マークでいいぞ。おお、おお、濃くなってきたんじゃん、これ。多分スイングアームかな。いや、違うな。これ何か分からんぞ。まだ、まだ。分かる。分かるぞ。そんなんか？あるし。ホンダ。長っ。ちょっと濃くなってきたやん。これ、流していいやつ。多分、ホンダはこのチェーンがこう来るんやけど。書いてください。チェーンは無理やな。スプロケないんやけど。いやー、無理や。以上です。空気で。ま
まあ、僕は一応ホンダのライダーなんでね、はい、2024年の260と300は発売されます、ね、プラスもしかしたら僕がデザインしたやつも売れるかもわかんないもしかしたら僕がデザインしたやつも売れるかもわかんないもしかしたら市販化されるかもわかんないもうやめますここでいやなんならもうだいぶ前からやめたいRTA ねいやいやこれあの自分的にはですよ写真見たから、はい、見たからそう写真見たからなんで逆なのだから半分失敗したいんですいやいやイメージは違ったフロントが左が良かった写真が悪い写真が悪い写真が悪いフロントが左が良かった もう一回見せてもらっていいですかこれマウンティーノバイクですこれは絶対バイクって気づくと思うみんながクラッチとブレーキ確かに多分ね、あるんですよ多分細かく書き過ぎた多分もうちょっと簡易的にやればバイクっていうのが分かってもらえばもうちょっとですねちょっと8000円とか含めてエンジンがどうとかちょっと考えすぎるそこはしたらいいな製品化を望む方はコメントいただきたいと思いますけどどうですかこれはでもね今回はまあ RTA とかホンダとか入れてしまってるからもしかして来年ホンダのライダーじゃなくなるかもしれませんこれを見てはいはいでもねホンダのねウェルカムプラザ本社の下にこれっぽい絵あるよいやそれこそあるよ青山でトニーボーが来てデモしたってあの時の映像に多分入ってると思う多分それを見返してもらえたら多分ほぼ同じ間違いなく RTA 問題